ナイフクリークゴルジュ1万本の煙の谷とは、アメリカ合衆国アラスカ州のカトマイ、国立公園内にある谷である。この地は1912年6月6日から8日に、かけて起きたノバルプタの噴火に伴う、火山廃流の堆積物で覆われている。噴火の後、数千もの噴気口が開き、灰の中から蒸気が立ち上った。ロバート F ・グリークは、 ナショナルジオグラフィック協会の依頼を受けて1916年に噴火の影響が残る山域を探検し、この谷を命名して次の言葉を残している、見渡す限りの谷全体が数百、いや数千でもなく、文字通り1万もの煙の柱が亀裂の走る谷底から渦巻きながら立ち上っていた。1912年の噴火における噴出量は、 約13立方キロメートルに及び、溶石において20世紀最大の噴火に数え上げられる。ノバルプタはマグニチュード6から7に及ぶ14回の大地震を引き起こし、マグニチュード5レベルの地震発生も100回を上回り、記憶に残る火山噴火の中では事実上前例のない規模のエネルギーを放出している。噴火に引き続いて、 カトマイ山の山頂部分が崩壊して1200メートルも陥没し中央カルデラを形成した。カトマイ山は清掃火山であり幾多の溶岩や火山採雪岩が積層して形作られている。火山採雪物の存在はこれまでのカトマイ山の噴火が爆発的であったことを示し中央カルデラを形作った山頂部の陥没や1912年の噴火に 伴い莫大なエネルギーを放出した地震の記録は、それを裏付ける。レテ川によって火山灰の大地に切り開かれた、峡谷火山灰に覆われた谷は100平方キロメートルに及び、その深さは210メートルに達する。ところどころでレテ川が深い峡谷を刻み、火山灰流が織り成す地層を垣間見せている。火山灰が冷えるにつれ、大半の噴気孔は活動を止め、 谷が煙に覆われることも久しくその名を過去のものとしている。火山活動の兆候は今でも周囲の丘陵に見ることができる。カトマイ山の直近の噴火は1927年だが噴火を伴わない活動は2003年に起きている。アラスカ火山観測所ではカトマイクラスタの一部としてカトマイ山のモニターを続けている。この谷を訪れる者はほぼ全員が ブルックスキャンプから全長 32km のカトマイ、国立公園内唯一の道路を走るバスを利用する。ありがとうございます。